のロロッッキキーーチャンネル。どうもででごござざいいまます。ます。おばん今日の動画なんだけれどもズバリ我らがアトミックスライダーの取り扱い店舗が大幅に増えました!」というあの動画でございます皆さんとりあえず拍手して拍手はいえー、っとーまずですねえー、アトミックスライダーの取り扱い店舗があの大幅に増えたということで その店舗をね、えっ、ー、と、あのー、今一度ご紹介したいと思います。じゃ、まずあの、えっ、ー、と、一つ目からいきます。えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、釣り具の、えっ、ー、と、天狗屋さん。はい。釣具の天狗屋さん。そして、えっ、ー、とですね、なんと、釣り具センター。はい。皆さんびっくりしたでしょ釣り具センターの、今、えっ、ー、と、新札幌。 の、えっ、ー、と、方で取り扱いが今、あの、スタートしたようでございます。で、次に、えっ、ー、と、フィッシュランド。次に、えっ、ー、と、ビッグバンツリーグ館の、えっ、ー、と、札幌三、北三十二条店。で、えっ、ー、と、旭川末広店。で、手稲店。で、えっ、ー、と、道南の方なんだけれども、えっ、ー、と、ツリーグの2番さん。はい。 あの、知る人ぞ知る名店なんだけど、俺も行ったことあるんだけどね、安西さんと。アトミックスライダーの安西さんと行ったことあるんだけど。で、あと、えっと、釣り人の苫小牧店さん。はい。で、なんと、なんとですよ。はい。アゼム。ついに来たよ、アゼム。旧アメリカや。あの、今、このあの、うるせえな、あの、堂々たるね、あのー、 釣り具店で、もう今、絶賛好評発売中だから。皆さん、あの、アトミックスライダーの勢い止まらないね。本当にね。あのー、これでまたな、俺がな、今こうやってアトミックスライダーの上屋着させてもらってるけどさ、俺が釣ればもっと格好つくんだけどね。まあ、釣れねえもんはしょうがねえよな、これは。これは別にあの、アトミックスライダーが悪いわけじゃないから。 あのー、俺の顔が悪いっちゅうだけの話なんだわねこれはいンンンというわけではい <laughs> そんな感じでございまして <laughs> あのー、概要欄の方にも取り扱い店舗あのー、載せておきますんで今一度チェックのほどよろしくお願いいたしますというわけで北野ロッキーの「アトミックスライダー」の取り扱い店舗のおさらいでございましたしたっけ「北野ロッキーじゃん!」